こんにちは、こんばんは、チャリジーです。コロナによる運動不足のため、坂道のない干拓地を走ってきました。熊本県の八代干拓です。この動画で走行しているのは、八代市の昭和干拓地というところ。スタートは、産島橋、ゴールは、大座や碑文大橋、というなんだかよくわからないところです。堤防の上の道路を、3.5 キロ、ただ走るだけの動画です。ハロー、姉ちゃん、今夜暇？チャーシバキーヒンか？
おや？通行止めめ、堤防の強度を確認するため、定期的に堤防の地盤を調査しているようです。引き返すのも尺なので、脇の斜面をちゃちゃっとワープ。おっと、警備員さん発見。一旦下に降りましょう。今度は階段をワープだ。シュバババ。迂回路、こっちだって。でも行き止まりっぽい。奥の、ほ、そ、み、ち。ここは、昭和同人排水機場。わあ、水門の中ってこうなってるんだ。今度は階段。テケテンテンステテケテン。
さて。と、警備員さんの姿も見えなくなったことだし、ここらでまたまた斜面をワープして、堤防の上を走ろう。お。目の前に広がる不知火海。向こうに見えるのは宇土半島の、三隅、あたり。そして奥には雲仙がちらりずむ。ふん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 、しっかのふん。あ。行き止まりだ。回れー、右。
ゴールの、新大座屋碑文橋、に、到着です。3.5キロ、を17分、平均時速12キロ。ご視聴誠にありがとうございました。